日本ハムが自信を持っておすすめするのが国産銘柄豚麦小町。麦小町とは日本ハムグループが生産から販売まで管理している国産銘柄豚です。特に飼料にはこだわり、成長に合わせた最適な飼料を与えています。さらに国際規格であるセーフクオリティフードの認証を受けた工場で、製造から出荷まで徹底した安全管理を行っております。それでは麦小町がどのように食卓に届くのかを見ていきましょう。麦小町が食卓に届くまでにはこのような流れがあります。ここが麦小町が育つ農場の一つです。このような広大な農場で育てています。生まれてきた子豚たちは最初母乳で育ちます。ここでは安全な環境で均等にお母さんの母乳が飲めるように工夫がされています。より元気に育つように成長段階に合わせ食事も変わっていきます。小さい時は消化しやすいタンパク質を多く含んだ食事になります。麦小町はお肉と油がつく時期に麦類、ハーブ類、ビタミン E をバランスよく配合しているのが決め手です。次に麦小町は処理加工工場に運ばれます。ここは処理工程になります。取り出された内臓などがさらに検査され、合格した豚肉だけが菌の繁殖などを防ぐため一気に冷却されます。次にお肉を傷つけないように丁寧に骨を取り除いていきます。さらに鮮度を保ったまま素早く形が整えられます。成形されたお肉は金属探知機や X 線などで検品され梱包していきます。お肉になった麦小町は物流センターや営業所に運ばれ店頭に並びます。お客様が安心して買える国産銘柄豚肉、それが麦小町です。いいお肉こそたくさんの人に、日本ハム。